えて。昨年末。そうナイス。そう。横で横の体の横。そう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 。しっかりとアイコンタクト。子供たちが指導を受けていたのは。ハンドパスで、ハンドパスで。ゴールキーパーに特化したサッカークリニック。コーチを務めたのは。横浜 F バリナスの高岡洋平です。川崎フロンターレの林崎幸です。第一線で活躍するプロ選手たち。日本サッカー協会が掲げる2050年ワールドカップ優勝を目指すには世界一のゴールキーパーの育成は不可欠。その思いを胸に高岡選手を中心にシーズンオフに自主トレを共に行う選手たちが初めてゴールキーパークリニックを開催した。今回は小中学生を対象とした50名を超える子供たちが参加。現役の J リーガーが専門的な指導を行った。多いね。こういうイメージ、セービングっていうのは多分みんなの中では前出してタッチして倒れるんだけど、ボールにアタックしに行くぐらいのイメージで近くに出してバッて取り行く。このぐらいの迫力とかスピードっていうのを少し意識してもらって、これにちょっとセービングしてみよう。ちょっとさ、体がこっち下向いちゃってんだよな。これ以上いけなくなっちゃうよ。ボール取るぐらいだ。壁作るんだからさ、横で置くな。ダメだと。そう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 。めちゃくちゃナイスキーパー。なんで？ボールがゴールに入ってない。オッケー。ナイスキーパー。なんだけど、ここをもう一個意識してほしいのが、足をここしっかり出してほしい。なんでかって言ったら、今ボールここだけど風吹いたりとかして伸びる時もあるから、その時にここだともうこれより前にいけない。もう一個いけない。しっかり出すとここまで伸びられる。そこ意識して一歩出すのもちょっと意識しよう。そうナイス。そうそうそう、グッド。はいよ、はい、そう。普段の練習よりも実践に基づいた指導に子供たちは真剣な表情。子供たちから選手に直接質問する場面も。これ遠くに飛びたい時に、その足の踏み込み方とか、足かステップの踏み方が分かんない、ここから自然にここに横にで、後ろでもないし、後ろ行ったら後ろ下がっちゃうから、そこからもっと真横に足出して、こうだとちょっと動きづらいから、ちょっと外側にこう向くと体そのまま自然にいくから、足を出すってイメージじゃなくて、こっち側で押して、そしたらこっちにずれるから、このまま流れでこっちで押してこうイメージ。優しい。やーナイス。キーパー最後。ナイス。ナイス。バブー。ありがとう。バブー。この日、現役選手にとっても子供たちを指導することはとても貴重な体験となった。年齢に応じてやっぱり言葉だったり伝え方っていうのはやっぱり選ばないといけないですし、その子にとって何がいいのかっていうのを、自分の中でこう考えながら伝えてはいたんですけど、もうちょっとうまく伝えればよかったなっていう部分もありますし、僕自身も勉強になった一日でした。自分もちっちゃい時にプロの選手を間近に見て、あ、こういう人になりたいっていうのを感じてたので、ここにいる子がいずれ J リーグの舞台で一緒に戦えるのを楽しみにしています。